さあやっていきましょう。桜鉄線2の実況の、第4話大暴れ、芸者ガールズのその2をやっていきます。今ね4時まで、4時にコーランの部屋に行けと言われているので、それまでちょっとあの時間を潰すっていう、そういう時間です。 BGM がねまだそれでもなおでかいかなと思っちゃったりするんだけど、誰もいない。すみれくんがもう少し時間を置いたら来るという情報を今掴んだね。結構大事、この文章読むの。どこに行きゃいいんだろう。とりあえずさくらに会いに行くか。さくらくんに会いに行く。いや、難しいね。いるかいない、どこにいるかいないか、いるか。コンコン。あ、ちょっと待って。音が出てないのは単にこれ。もう一回始めるからか。いや、もう一回始めるからかと思って、もう一回始めるからできないんだった。ははは。でもちょっと、もう撮り直したいけど、セーブしてないから、もうどうしようもないね。こちら、大暴れ芸者ガールズの第、その2でございます。いや、いきなり BGM 切ったまんま始めちゃう。無音から始めちゃうっていう、この、グダグダっぷり。これでもね、音がね、それでもなお、大きいんじゃないかと思うんだけど、これでもいいか。これ1まで落としたよ、 BGM。 これでいいぐらいかもしれない。うん、これでいいぐらいだね。いやー、まだまだ調節が、これさすがにちっちゃいか。まあこんなもんだろう、こんなもんでしょうね。自分の耳で聞きながら調節していかないと。とりあえず椿くんに会いに行く。一番マイスイート椿くん。椿好きすぎる。いらっしゃいませ、おかみさん。何を求めですか。何買おうかな。何買うのがいいですかね。買ったらもうお話できないんだっけ。とりあえず今回コーラン会なので、コーランの一枚もらう。あ、それともすみれさん、すみれくんの買っとこう。この50銭無限に出てくる50銭。立ち話、とっても可愛いワンちゃんを連れてましたよね。はい。いやー、どうだろう、わかんない。あ、花丸っていうの。博多花丸っていう。いいんですの方でいいのか。まだあのふわっとしてる。いいんですの方なのかな。椿と話す。ひたすら話す。よし、立ち去ろう。ワンの時って椿くんなの。椿くんなのか、椿ちゃんなのか、どっちの方がいいかもしれない。胸をジロジロ見るっていう、そういうのできたと思うんだけど、確か2ではもうできない気がするな。寂しい、一抹の寂しさを覚える。セクハラができない、コンプライアンスの問題ね。コンプライアンスなのかな。誰もおらん。まずいな、これは撮り直したくなってくる。撮り直したくなるけど現実は非常、撮り直せない。多分にわかに、あ、レニがいた。お、レニがいるぞ。レニ、何やってんだい。いや、レニ、いい天気だね。その、日向ぼっこかい。会話が通じないやつ。犬が来たぞ、犬が。お、花が。犬ってこういう座り方するかな。なんかちょっと違和感がある。こんな座り方するかな。ちょこーん、レニ。犬嫌いなのかい。直接的にとりあえず聞いてみる。別に沢尻エリカ、今話題の沢尻エリカ、今話題の沢尻エリカ。10年後とかにこの動画を見た人がね、沢尻エリカって誰ってなる。今話題の沢尻エリカです。別に、あ、何、あ、行っちゃった。喋ろうとしてる、頑張って喋ろうとして、いや頑張ってって、これが素なのかもしれないなと最近思う。人と話すときはそんなに喋らないようにしてるんだけど、できる限り喋ろうと思って動画では。あ、これは一種のストレス発散なんかもしれない。人前であまり喋らない反動としてね。全然人に会えんぞ。レニに会っただけ。ここまでレニに会っただけ。地下に降りて人との遭遇を狙いに。まずはプール。あ、違う。あ、プールじゃない。練習。あ
風呂に入っている。この服は確か、どうしようかな。やばいな。普通にやばいな。やばいな。どうしよう。本心ではすごい見たいけど、嫌われるし、動画的にもちょっとどうかなってなる。今アザラシアイコン、アザラシじゃないわ、そのアンコアイコンじゃないから隠すこともできん。どうやって隠せばいいの。隠せんぞ。どうしよう。隠せんな。どうしよう。やばいな。バンされるかもしれん。しかし体が勝手に風呂場の中に言ってしまう。これが大神、男大神、ここにある。やばいな。さくらくんはちょっともうアダルトなんだ。全然なんかよくわ、もう全部隠れてるじゃん。コンプライアンス的にこれは OK です。でもこれも早く退散しよう。なんかもう喜んでくれてる。さあのドレス喜んでくれてる。これはいかん。逃げ出す。早い。この判断の速さ、これが男大神。即断即決。逃げること火のごとし、早きこと風のごとし。最低だもん。最低だ。地下格納庫に行っている。多分コーランがいる。コーラン後部に会いたがってると思うから、地下格納庫に行って、あ、置いていましたわ。当たり。あ、おがみはん。いや、コーラン後部を見に来たのかい。そうなんや。手に持ってきたことやし、まずこの子たちと挨拶しよう思ってな。ただいま後部、また一緒に頑張ろうな。はじめまして、アイゼンクライト。うち、リコーライン。噂は金がね、聞いとったで。これから仲良くやってこう。どの子もほんま元気そうやな。安心したわ。本当に気合が好きなんだね。なんか標準語よりも、猛虎弁の方が入ってくるね。スラスラ。スラスラ言える気がする。そうやね。ほんま、うちにとって子供みたいな感じやね。いつも一生懸命頑張ってる、とってもええ子たち。かまってやなと泣き出すことなんかも。噛んだ。泣き出すとこなんかも。子供とそっくりや。この子たちがいつも元気でられるように、うちらがしっかりせんとな。ほんまやで。おがみはん、うちはそろそろ行くさかい。4時には遅刻せずに、うちら部屋まで来てや。ほな、さいなら。残念ながら、遅刻の上等犯、このアザラシ。4時きっかりに行くと思ったらお間違いよ。一応、更衣室で、犯人は現場に戻る説。風呂に入る。ちょっと温まって。雨濡れたからね。これ別に少しくつろいでいこう。ああ、いい気持ちだ。長い風呂に一人でのんびり使って、まさに極楽気分だな。行こう。いい湯だったな。気がついてみる。とっと、時間過ぎすぎ。おお、危ねえ。危ない。しっかり風呂に入ったね。しっかり風呂に入った。さあ上がろう。時間ぴったしに行こうと。な実際問題15分で風呂入るの難しいよ。なんで誰アイカス。苦しいな。アイカス7月5日。あ、知らねえ。誕生日ってそんなに大事っちゃ大事だよな。誕生日覚えてほしい、人に誕生日覚えてほしいっていうほど自己顕示欲高くないけど、誕生日を知ってしまったら祝いたくなる、その人の誕生日。12歳だろ、ちゃんと覚えてる。おお、あとだ。危なー。全然覚えてなかった。12かなっていう。桜大戦1の実況の時に11とかって言って答えたような気がするような気がしないでもないな。プレゼント、何がいいだろう。ケーキを焼いてあげるよ。デートに行くほど。ああ、でもデートの良かったかな。いや、デートの良かったな。デートの方が楽だったな。
つい自分基準で考えるでしょ。ケーキ作るの楽しいなって思っちゃう。ケーキ作りたいなって思ってた。なんか作るの好きだから、ケーキとかも。でも自分基準で考えたけど、よくよく考えたらデート行った方が楽だった。うん、アイスとデート行ったらろくなことがねえからな。あーもう時間経ってないよ。はい、コーラの部屋行きます。全然遅れてない。遅刻魔なのに遅れてない。遅刻アザラシなのに遅れてない。褒めてほしい。コーラまず第一声で褒めてほしい、俺のこと。はい、誰なの。よし、時間通りに来ました。褒めてください。時間通りに来たっていう、ただそれだけのことで褒めてほしい。だいたいいつも遅刻するから。遅刻したくてしてるわけじゃないんだ。多分これ一種の病気だなって、自分の中で病気だと、ディジーズだと思ってる。なんかね、あのね、普通に20分ぐらい余裕を持ってしまうと逆に遅刻する。ゆっくりしてて、これも本当にただ寝坊とかそんなんじゃなくて、ただゆっくりしてて遅刻したりする。でギリギリに行こうとすると大体トラブルに巻き込まれて遅刻する。得意なもんはこれくらいや。でも遅刻する気で行けば遅刻する。ギリギリで行っても余裕を持っても、遅刻しそうだなっていう感じで余裕を持っても結局遅刻する。どっちにしろ遅刻する。病気だと思う、多分ある種の病気だと思う、うん、時間に嫌われてる。お父さんの懐中時計やったわ。あー、懐中時計って今もあんのかね。懐中時計でそしていじれるものなのかね。お父さんの形見になってしもたんやけどな。形見、うち子供の頃に両親亡くした。形見の形を形っていうのって、形見の時以外に言うのかな。K だよな。まあでも言うかな。うちがまだ子供の頃やった。カノトイの都市、めっちゃ武道家っぽいな。侵害革命ってやつか。あー、ダメだ、覚えない。孫文違う、侵害革命。あ、全然詳しくない。近代史はすごいよ。まあ古代中国史だって弱いけどな。歴史全般あんまり強くない。なんかね、世界史も日本史もそんなにやってきてないから、やってきてない人間だから。チリ人間なんだね。あやめはんに誘われて日本に電撃に来たんや。はあ、うちここサムネに使おうか。なかなか過激だに、どこをサムネに使おう考えてる。そんな時米田藩がうちの得意な機械をやらせてくれ。どうしよう、サムネ映えるのは、映えるのはあれか、さくらの風呂の子。ああサムネ一本です。もうしょうがないよね。桜大戦見る人誰も見てないからな。多少つってもいいよな。めちゃくちゃね、好きなのよ、桜大戦。好きだっていう気持ちを前面に押し出して実況してる気持ちになってるんだけどさ。だけど全然伸びない。悲しい。多分これコンスタントに上げてないことだと思いたい。まだ思いたい。声、俺が喋らない。アザラシが喋らない方がまだね、伸びる気がするんだよ。これはプレイヤーが自分を投影してやるゲームだと思うから。でもちょっと見方を変えてほしい。この桜大戦の世界を俺と一緒にヤジを飛ばしてるんだと。大神さんは大神さん、うん、そうでもないな。やっぱみんな思うよな、大神に自己投影したいと思っちゃうよね。だからそういう場合はちゃんと桜大戦を買ってからやってください。買って購入中になってください。動画で見てね、なんかそれでやった気になるっていうのは最近はそういうのばっかりだと思うんだけどさ、うん、せめてだったらグッズを買うとかイラストを買うとかね、桜大戦コラボしてるゲームやるとか、そんな感じでね。キネマトロンはもう、キネマトロンじゃなくて、お、何これ、黒い玉ガンツ。これから宇宙人を退治してくだち。ガッツ。これぞ発明の王道や。王道や。とりあえずどうなんだろうね。今はもう本当どんなゲームでも大体さ YouTube で見れるじゃん。となるとさ、やめとけ。思いっきり叩きつけない。やめとくよコラ。なんかさっきからすごーくやねこれ。玉から来ました。結局分かってた。叩きつけるまでは。叩きつけてくれんと実験にならへんのに。
悔しいです。叩きつけてたらもっと爆発するんやけどな。このためだけのこの窓のウィンドウのこのためだけあの一枚この一瞬のあれ多分あれもうこれね多分これ以上これ以降出てこないよあの真っ黒焦げの方がめっちゃ好感度上がるやん。いやーねだからねその昔のゲームとかはもうできないじゃん物理的に。桜大戦は多分どうなんだろうね。桜大戦4を新そうじゃねえわ新桜大戦がさ PS4 で発売されたけどさ桜大戦それまでに触れてこなかった世代はさどこでその1から4までをその追体験するんだろうなってのは思っちゃう。どこでやるんだろう、どの端末でやるんだろう。今だったらスマホでできるんか。できんよな。そんなに大きいサイズじゃないと思うから買い切りでいいから Android でも。あ、中間まで来てしまいました。ちょっと15分なんでねここで切ります一旦。その2はここまで。ほなまた。